ベネチア在住、ムラーノ島にスタジオを構える唯一の日本人、ベネチアンガラス作家、土田康彦。大阪の調理師学校を卒業、単身イタリアへと渡り、ベネチアの名店ハリーズバーで調理師として働いた。僕がこう料理をしなくなるっていうことはもうありえない。アートとフード。ある意味で言ったら土のガラスはどこにも所属していない。だからこそ人類全体のルーツに遡っていける。できそうではたくさんあった方が僕の作品が作りやすい。ガラスってやっぱりこうチームワークで作るものなので、光り輝く華やかな空間と炎と汗にまみれた創作の日々、食とアートをつなぐ情熱のガラス作家の秘密を8年間にわたって記録したドキュメンタリー、マゴーネ、土田康彦、運命の交差点についての研究。